私たちが毎日聞いている自分の声についてお話しします。こんにちは。ビジネス達人の教えをお聞きいただきありがとうございます。私はデール・カーネギートレーニングジャパンの佐々木千鶴と申します。このプログラムは東京港区赤坂にありますデール・カーネギートレーニングジャパンのハイパフォーマンスセンターからお届けしております。このチャンネルではコミュニケーションスキル、リーダーシップ、プレゼンテーション、セールスにフォーカスしお話ししてまいります。まずはじめに今日のデール・カーネギーの原則をご紹介しましょう。このコーナーではデール・カーネギーの書籍人を動かす道は開けるに書かれている60の人間関係とストレスに対処する原則を毎回お一つずつご紹介してまいります。今日のデール・カーネギーの原則、人間関係の原則24番、相手に注意をするときはまず自分の失敗談を話す。職場の心理的安全性、サイコロジカルセーフティーが注目されています。安心安全な環境でこそパフォーマンスが発揮されるということであれば、パフォーマンス改善を促したいチームメンバーにどのように注意をすればいいのかわからないですという質問を多くいただきます。このことについて昨日トレーニング修了者の M さんと話をしていました。 M さんはすごい完璧だと思っていた上司が、自分にもこんな失敗があったんだよとか、最近こんな悩みがあるんだよねっていうような話をしてくれた時に、上司にもこんな経験があったのかとその方に親近感が湧き、もっとその方のお話を聞こうという気持ちになります。そして自分もその方のように部下を安心させられるような上司になりたいなと、その方をさらに尊敬するようになりましたと話してくれました。ですから皆さん、勇気を出して自らの失敗談をオープンに話しましょう。そうすれば安心安全な環境でチームメンバーがパフォーマンスを発揮し始めます。それでは早速今日のトピックスタートしましょう。自分の声に自信を持つ方法。自分の印象をさらに良くするために、服装や髪型を整えたり、整形やダイエットなどをして見た目を整える方は珍しくありません。また、立ち方や歩き方を美しくしようと見た目に気を配っている方もいらっしゃると思います。皆様の周りに持って生まれた声や話し方を変えることを意識されていらっしゃる方、どれくらいいらっしゃいますか？ビジネスパーソンの方で、ボイストレーニングやプレゼンテーショントレーニングを受けたことがある方はいらっしゃいますか？ビジネスの世界では、ほとんどの方がスピーチ、プレゼンをする機会を持つと思います。スピーチやプレゼンという大げさなものでなくても、採用面接や接客の場面で、またはセールスのクライアントとのミーティングの際などで、声を使って自分を表現する機会は毎日のようにあります。ビジネスパーソンとして昇進しポジションが上がっていくと、社内ミーティングでレポートをしたり、プロジェクトチーム内で情報共有をしたり、大きな案件でセールスのプレゼンをするなんていう機会も増えていきます。また、そのチャンスは社内だけにとどまらず、社外の大勢の方々の前でスピーチやプレゼンをすることになったりもします。今では、ポッドキャストや YouTube など、
音声や動画で様々な配信をするということも可能になり、声、話し方に自信を持ちたいと思う方が増えてきているようです。私たちは多くの方々の前で話すときには、声、話し方を意識するかもしれません。声は精密にプログラムされていて、私たちのすべてを表現してくれます。当然ですが、はっきり話すと自信があるように聞こえますし、早く話すと自信がないように聞こえたり、独りよがりに聞こえたりします。どんな方の話が信頼でき、説得力があるかを考えてみていただきたいと思います。カリスマ性のあるリーダーの話し方は、決して先ほどのように早口で小声で話すなどという方はいらっしゃらないですよね。毎日発する声や自分の話し方について、ある3点を意識するだけで、劇的に生まれ変わったような話し方をすることができるコツがあります。あるビジネスパーソンの方に個別コーチングをしたことがあります。その方は SNS や YouTube などの動画で声を使って発信をする機会がある方です。セッションの中での練習では、その方は自社の製品と歴史について3分間全く原稿も見ないで言葉に詰まることもなく話をされました。その方から紡ぎ出される言葉はまるでアートのように美しくうっとりするような表現で埋め尽くされた宝石箱のようでした。その方は常に表現方法や言葉について学んでいらっしゃるとおっしゃっていました。私はさらに聞き手がその方のお話に引き込まれるようにするために、簡単な3つの点を意識していただくようにコーチングをしてみました。そうすると、その方のお話が劇的にカラフルになり、美しい彩りと輝きが増し、感動が私の心に届いたのでした。その3つの点とは何でしょうか？後半で詳しく見ていきましょう。このプログラムはデール・カーネギートレーニングジャパン公開コーストレーニングのスポンサーによりお届けしております。デール・カーネギートレーニングジャパンでは公開コーストレーニング、インハウス・カスタマイズトレーニングをオンラインまたは対面で日本語そして英語のそれぞれの言語で行っております。このチャンネルでは隔週でビジネスプロフェッショナルに役立つアイディアや情報をお届けしております。ぜひサブスクライブをお願いします。そして同僚、ご家族やご友人にもご紹介ください。こちらのポッドキャスト配信はお聞きの皆様の個人情報保護に配慮しリブシンを採用させていただきました。リブシンは私たちの個人情報へのアクセスを誰にも許可しない厳格なポリシーを持っているので皆様に安心してお聞きいただけます。動画での学びを深めたい方、ジャパンデールカーネギーテレビで1000本以上の動画コンテンツをご覧いただけます。各週木曜は YouTube でザ・ビジネスプロテレビもアップされています。ぜひチェックしてみてください。また、デール・カーネギートレーニングジャパンについては、ウェブサイト japan.dalecarnegie.com をご覧ください。世界のビジネスプロフェッショナルの愛読書として名高い、デール・カーネギーの人を動かす、道は開けるも、ぜひお読みください。なお、このビジネス達人の教えについての感想やリクエスト、お悩みのご相談などは、地図.sasaki@dalecarnegie.com までご連絡いただけましたら幸いです。おかえりなさい。声や話し方について次の3つの点を意識するとさらに聞き手を魅了する話し方になります。
聞いている私たちが話し手の美しい言葉を心地よいペースで頭の中で映像として描くことができ、臨場感が加わり、さらに引き込まれていく方法です。この3つの点を意識すると、聞き手とのつながりが生まれ、さらに自信があるように見えるようになりました。その3点とは、1、声の抑揚と強弱をつける。2、間を効果的に使う。3、盛り込みたいメッセージを絞る。上記の3点は、聞けば簡単に思えるかもしれませんが、実際に実践しているプレゼンターにお会いすることは非常に少ないです。本当に簡単に実践できる方法があります。実際はとってもシンプルなことなのです。これらの3つのポイントを簡単に実践する方法とは、心から話すことなのです。よく発声をするときにお腹から声を出すと良いと言われますが、さらに言うとお腹のあたりに心があることをイメージして、心から声を出すことを実践してみていただきたいと思います。また、マイクを使うときはマイクに頼らず、はっきりと大きい声で話すことが前提で、マイクのボリュームを調整します。そうすることにより、声にエネルギーが乗り、しっかりと声が通り、メッセージが伝わるのです。腹からではなく、心から声を出すので、抑揚、強弱をつけ、間をとって、ここは大切というところを強調したりすることが自然にできるのです。そうすると、その声は自分にとっても、相手にとっても心地よい響きを奏でることができます。皆様は、とか、とつい言ってしまうことはありませんか？そういう時は、2点目の、間を恐れずに効果的に使うを実践してみましょう。と言いたくなったら、意識的に間を取り、聞き手の目をじっと見ます。実際にスピードを落とし、間を取った方がより説得力が増し、自信があり、情熱を持ったプレゼンターという印象を持たれることになるのです。自分の声に自信がないのです。好きになれません。という相談もよくお聞きします。声や話し方は、生まれた時からずっと自分の耳で聞いている美しい響きなのです。服やアクセサリーのようにトレンドによって買い替えたりする必要もなく、意識次第で印象をだいぶ変えることができます。しかも意識するだけなのでお金はかかりません。どんな声も世界に一つの奇跡の響きなのです。心から楽しそうに話している方の声は心地よく、聞き入ってしまうものなのです。自分の声は形に見えないものですが、自分のかけがえのない財産としてしっかり認識していきましょう。ジョン・レノンでさえもエルビス・プレスリーの声に憧れていたそうです。自分の声がコンプレックスだったのです。自分の声が他者にどのように聞こえるか、気にしなくても大丈夫です。心から楽しく、熱意と情熱を持った声は、必ず心地よい響きとして他者の耳に届きます。私たちの声は、世界に一つだけの美しい響きを奏でているのです。素晴らしい財産として感謝しましょう。そうすれば、自分の声、話し方に自信を持つことができます。
今日もビジネス達人の教えを聞きいただきありがとうございました。新たな気づきはありましたか？エピソード25はリーダーシップについてのお話です。どんなお話かご興味がある方、ぜひ次回のエピソードもチェックしてみてください。それでは次回のビジネス達人の教えでお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。